爽やかな秋晴れです。さあこれよりは新入固定レース、サンライズ焙煎予選の第4レース、1号艇愛知の柳沢はじめ、2号艇群馬の金子龍太、3号艇静岡の石原光、4号艇広島の高橋龍也、5号艇静岡の豊田国安、6号艇兵庫の森裕樹、以上のメンバーです。今1号艇柳沢はじめ、ドリーム男の柳沢、今日はこの1回乗りです。バチッと押し切り3勝目といきますか。期待を集めての陰線です。2コース2号艇金子龍太、ちょっと苦しい戦いが続いています。3コースは3号艇石原光、昨日の1回塗り競り勝っての2着入着。4コースからは4号艇高橋龍也、久しぶりの足や白星上げオール2連敗中です。5コース5号艇の豊田邦康、お外ここまでオール3着、6号艇の森裕樹、体型は3対3です。進入内側から1番2番3番4番5番6番の並びスタートしました。進入固定の第4レース、1番3番6番と踏み込んでいます。さあ1枠逃げる1号艇の柳沢、2番3番がまくっていく、さして6番5番4番と向こう正面、2号艇の金子が前にいます。スタートは前提正常でした。先頭リードは2号艇金子龍太、2番手は6番と3番が並走。2枠トップで2号艇の金子龍太を折り返します。2番手6号艇の森裕樹が回って、刺した3号艇の石原光、2番手は6番と3番並んだ状態。レースはこれより2周目です。その後ろに4号艇高橋、5号艇豊田、1号艇柳沢最後方。1枠トップで2号艇の金子が向こう正面へ、2番手3号艇石原回って、刺した6号艇の森、3番手は6号艇森幸が前出ました。3号艇石原光が3番手、体型が2番6番3番で2周の2マークです。先頭で2号艇の金子龍太が折り返します。そして2番手に6号艇の森幸、3番手3号艇の石原光、上位3艇は2番6番3番。レースはこれより最終周回です。先頭構想は2号艇の金子龍太、トップで最後のバックへと抜けていきます。そして2番手が6号艇の森裕樹、3番手に3号艇の石原光、上位3艇は2番6番3番2、6、3、このままで入ると3連単の通20万円を超えます。先頭は2号艇の金子龍太、ここまで苦戦でしたがこの勝利で流れ変えれそう。2番手に6号艇の森裕樹、3番手は3号艇の石原光、ビッグ配当です。まもなくゴール。先頭2番五輪、6番五輪、3番4番五輪、1番五輪、5番五輪、以上前提五輪しました。